メルセデス F1 は、もう一人の上級職メンバーと他元を分かつことになった。チームで6年間を過ごしたチーフエアロダイナミシストのジョアッキーのビーノが離脱することになったのだ。ビーノの離脱については、彼が決めたことなのか、それともメルセデスが現在2024年型マシンの空力とバランスに苦しめられていることの結果によるものなのか、明らかになっていない。いずれにせよ、 ビーノの離脱は最近発表されたパフォーマンスディレクターのロイックセラとドライバー育成担当ディレクターのジェローム・ダンブロジオの辞任に続くものでこの二人は今年の後半にフェラーリで仕事を始める予定となっている F1 のグラウンドエフェクトレギュレーションが導入されてから2年以上が経過したがメルセデスは競争力を取り戻すために今も戦っているメルセデスでは 昨年10月にチーフテクニカルオフィサーのマイク・エリオットも辞任した。エリオットは以前、現テクニカルディレクターのジェームズ・アリソンとポジションを交換していた。ピーノの辞任のニュースに対して、アリソンは最近離職者がいるものの、チームは積極的に新たな技術的専門知識を有する人材を獲得していることを強調した。私がモチベーションについてコメントする意味はないと思う。 チームには、経験豊富で優秀な人材がある程度必要であることは明らかだ、とアリソンは金曜日にイモラでメディアに語った。経験豊富で優秀な人材がチームから去るのは見たくないものだが、同じ割合で経験豊富で優秀な人材が集まってもいる。つまり我々の仕事は、人々が他のどこよりも我々と一緒にいたいと思えるような行動をとることにあると考えている。 アリソンの中立的なトーンとは裏腹に、かつてのチャンピオンシップ制覇チームの舞台裏で何が起きているのかということを、メルセデスでの最近の出来事が曖昧ながらも描き出している。メルセデスが F1 のトップ集団での地位を取り戻そうと努力する中、彼らがこういった上級スタッフの離脱にどのように対処し、この移行期を乗り切るのか見ていくのは興味深いことだ。